こんにちは、わしみです。今日は、鼻の穴のケアをするセルフケアをご紹介したいと思います。まず、鼻の穴の大きさというか形ですね。で、こういう感じです。で、こちら側をしていきますね。で、まず最初に頬骨の外側をちょっと内側に寄せていただいて、頬骨のところからエラですね、ところをこうやって両手で触れていただいて、で、そのまま深呼吸です。吸って、吐いて、ふう、吸って、吐いて、ふう、はい、吸って、吐いて、ふうです。で、続いてこちらの方の手はそのままにしていただいて、こちらですね、方の、外側から内に寄せてた手をスーッとスライドさせていただいて、今度、頬骨の内側ですね、内側に触れていただいて、で、同じく深呼吸です。吸って、吐いて、ふう、吸って、吐いて、ふう、吸って、吐いて、ふう。で、そのままもう一個内側に寄せて、今度鼻翼、鼻ですね。鼻の横の鼻翼のところに寄せていただいて、同じく深呼吸。吸って、吐いて、ふう。吸って、吐いて、ふう。吸って、吐いて、ふうですね。で、OK です。で、そのまま、終わっていただいて、こうですね。鼻の大きさを比較ですね。後で画像で見ますんで、ぜひご確認ください。はい、以上です。ありがとうございました。